こんにちは、りょうこばあばです。今回はケイトピエロさんで糸をね、春夏の糸を買いました。新しいのもあるし、買い足しもあるし、ちょっとね、在庫が少なかったなと思うのは買い足しました。で、ここに置いてるのが最近ね、よく小さいイチゴとか小物類作ってるんですけど、その糸ですね。これはインディアザッカレース、インド綿 100% と書いてありますね。これをね、よく使うんですよね、春夏は。これはですね、 100g で、大体約 100g で 560m あります。結構ね、大きい巻きなので1個買ってたら結構持つんですよね。だからいつもね、30番のこの糸をね、レース糸を買っています。で、これはね、もう可愛いピンクなので買い足しですね。もう何個か買い足しています。で、あとはこの白色はこれもね、花とか編むときに、白い花とかね、編むときにしょっちゅうね、編むので、これも買い足しです。それとこちらのね、水色系はちょっと画面より薄いんですけど、画面で見るよりもちょっと薄いですね。水色ですね。ちょっと薄めの水色。これは今まで見てなかった色なんですよね。私が見落としてた色かもしれないですけど、この糸は買ってなかったので、初めてこの糸は買いました。それと、ここに黒く見えますけど、茶色です。ベージュっぽいね、糸は持ってたんですけど、茶色が欲しいなと思って、今から先ひまわりとかね、編む時に中の花の芯の方がね、茶色色をよく編むので、茶色欲しいなと思って、茶色が あったので、これもね、前がなかったんですよね。だから あるなと思って、この茶色を買いました。今回はね、このピンクと白の買い足しと、水色と茶色を新しく買いました。またね、春夏にどんどん編んで活用しようかなと思います。それからこっちですね。こっちは何糸ですかね。これはね、ベーシックコットン綿 100% 30g で 55m ですね。かぎ針が2号から4号、棒針が4号から6号ですね。ベーシックコットンね、以前からネットでこう見てたんですけど、全くね、買ってなくて、いつもこうね、セリアさんとかダイソーさんでね、コットン糸とか買ってたんですけど、ちょっと買って編んでみようかなと思ってベーシックコットンを買いました。これはね、5色いろいろ入ってるんですよね。こんな感じで、まあね、同じような似たような糸の色ですけど、相当みたいにしてね、カラーズって書いてありますね。1袋5個入りでこの色があったので、ちょっといろんな色をね、春夏にちょっとバッグ編みたいなと思って、この糸をね、ちょっと買ってみました。初めて買いました。あとは同じね、ベーシックコットンですけど、ピンク系もね、結構使うんですよね。ピンクで編むのも結構多いので、これはピンクが 5玉ですね。5玉入りで販売してあるので、5玉を買いました。今回はね、久しぶりにピエロさんでね、糸を購入してみました。やっぱり購入して届くまでがね、楽しみで、今朝先ほどね、配達してもらったので、もう早速ね、動画にアップしようかなと思って、こんな感じで購入品を紹介してみました。他にもね、いろいろあるんですけど、まあ、あんまりたくさんね、買ってもいけないかなと思って、今回はね、レース糸の30番の買い足しと、新しく買った糸と、ベーシックコットンの
バラエティにね入っているのと、いつもよく使うピンクをね買ってみました。こんな感じでまた春夏の小物作りにね励もうかなと思って買ってみました。ではね、短いですけど今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。